さあというわけで始まりました、ふにゃふにゃ仮設像大爆発大作戦バチバチということで、改めまして薄倉修介ということでね、今日もアーカイブを、更新させた状態でアーカイブ収録も含めてやらさせていただきます。よろしくお願いします。すいませんということでね、今日、22時まで労働をしておりまして、久々の労働でね、なんでかというとリニューアルオープンのためにですね、先週1週間は改装工事で休まなくちゃいけないというですね、ネパール人のね店長に、宣告を先月受けて、昼間の食だけになってしまった。さらに、その上にですね、リニューアルオープンで1週間働けない状態でいましたけども、はい、今日から新たにねまた働き始めまして、はい、マシンが新しくなったりとかね、なんかいろいろ変わっておりましたね。まあ派遣で僕は新しいマシンとか慣れてたんでね、全然問題なかったんですけども、そうなので普通にね今日働いて、で明日、朝9時からも働くということで、なんとかしてね、先週の分を取り返そうみたいな感じになってますけどね。ふにゃふにゃ、笠さん、くまさん、こんばんは。あ、こんばんはということでね、はい、いやB1 グランプリのね、ちょっと話を一発目にちょっとするっていう展開なんですけども、昨日浜村ボンペーズさんが、22時半ぐらいかな、なんかその B1 グランプリ8位、なんかボコボコ敗北配信みたいなのを、やってまして、で本当は、ちょっと22時がこのラジオの前に、やる予定だったのが、なんかちょっと、YouTube の生配信が、謎の、なんか騒音が、なんかノイズが入っちゃって、それで、なんかスペースにね急遽変更して、その音声だけでなんかやり取りを、1時間ぐらいですかね配信を、でその本人はどういう意識か分かんないんですけども、残ってたんですね、アーカイブというかデータが。でこのね、ラジオを配信しているんで、僕はそのリアルタイムではちょっとしか入れなかったんですけども、1時間ぐらいね聞かせていただいて、中峰さんの言う通りだと僕は思ったんですけどね、率直に。何々さんの、9位の時、お前は面白かったって言ってただろうって、そういうことだってしたら、浜村さんが、方、やっぱ俺の扱い方を分かってるなと言って一気になんかそのね浜村さんの中でのその落ち込みが一気に解消されたという、だから本当そうなんですよ。だから前も昨日も言ったんですけど、浜村さん良かったっていうコメントたくさんありましたんで、もう来年またね、そもそも別に僕の中ではですよ、これは同じネタでもいいと思ってるんですよ。面白かったらその面白かったネタとしてその年評価されるっていうことでいいと思うんで、なんでね、その正直な話、また来年も頑張っていただければなというふうに思いましたね。で、そう、難しいのが、なんか本人が結構こう連呼して良かったです良かったですみたいな、とか、結構ねそのなんていうの、宣伝をしてくださったりとか、なんかガチ勢だと言ってですね、結構告知をしてくださってたんですけども、なんかそのね感じが良かったという方もなんかエゴサーチしたら見つかったんで、多分今後も出るんじゃないかなと思いますけどね。だってね、なんか
正直今回の決勝も、もうみんな良かったって、まあ自分もねちょっと上から目線に、なるのもちょっと違うんですけども、うん、いやまあ面白い大会っていうのがまず、そうだし、その種類が違うんで、一方はギャグやってるし、もう一方は、何、例えばコントをやってるし、で歌を歌ってる人もいるしっていう、うん、だからこの難しいのが、花子さんがね、前回は桜井さんがコロナウイルスにかかってしまった欠場で、まあ、繰り上げになったんですよ。でその時やったのが、赤ちゃんのネタをやったんですけども、まあ結果順位としては、うん、まあちょっといかなかったと。で今回もうそういうコントガラッと変えて、しかも、確か準決勝でやったネタと全然違うネタやったんですよね。うん、僕はそのあんまりちゃんと見てなかったんで何とも言えないですけども、でもその笑福亭羽光さんがもう賞をあげるぐらいもう刺さったと。でこれからね、僕は下ネタ落語っていうのもやってるけども、ぜひともまた新たな下ネタ芸として飛躍してほしいみたいなので花子さんを選んだっていう、うん、だからなんて言うんでしょうかね、そういう形でこう、順位を上げていくということだって全然あると思うんでね、うん、僕はなんか、うん、そもそも1回戦で落ちた人の方がめちゃくちゃ落ち込んでる方の方が多いと思うんでねそのなんかエレキさんもね前言ってましたけど、カイジさんがボードでね順位ボードを出した瞬間に、やめてくださいみたいな言ってましたけども、まずこの決勝に残ってるってことだけがすごいんだからみたいな、お疲れ様会でね言ってて、でもまさに本当そうだと思うんですよね。だから123分の8って言ったらば、テニスのねウィンブルドンで言ったらベスト8に入ってるっていう、そういう言い方もできますから、うん、はい、エゴサってどうやってするの、ツイッターで B1 グランプリって検索したりとか浜村ボンペーターで検索すると大体出てきますね。はい、うん、またねちょっと参加してほしいですね。はい、っていうことですね。はいでまあそのボンペーターさんの、まあ、配信っていうんですかね、まあ、1時間ね聞かせていただいてね、まあ、B1 グランプリ側からしてはね、やっぱりまたねそのやっぱ信頼を積み重ねていかないとね、厳しいかなとも思ったんでね、やっぱり、うん、そういう意味ではなんかそのもちろんねそのガチ勢でああやってね、まあ、リツイートしたりとか宣伝してくださったりとか浜村さんしてましたけども、でも去年も結果こうやって B1 の公式アカウントがツイッターしたら積極的にね浜村さんってリツイートしてくださったりとかいいねを押してくださったりとかねしてるんで、正直うん、その今の活動を維持していただければ全然いいのでね、はい、気を落とすだけはやめていただきたいと思いますね、はい、ラジオ見に行ってないけどラジオ参加してごめんね、ラジオ大好きなの、ああはいはい、ふにゃかささん優しいしありがとうございます、ヒューヒューということで、はい、ね、だからそう今日はその浜村さんの配信の、まあ、感想をまず最初にねこうやってラジオで喋らせていただいたんですけども、その後浜村さんの配信を見た後に新藤辰巳さんというバカよあなたのねコンビのツッコミの新藤辰巳さんのゴミラジオで B1 グランプリのことをお話しする回っていうのがあったんですよ。でそれを今回ねまた YouTube で載ってたんで
あのまたちょっとそれもね見させていただいて、まあ大体は進藤さんとそのマッハスピード剛速球というコンビツッコミやってる、あツッコミなのかな今ボケなのか、まあ坂巻さんと、まあ、一緒の2人のトークで、まあ、今野ブルマさんが優勝したと、2023年は実は点々点みたいなサムネイルでね。で、まあ基本的にはその進藤さんが、B1 グランプリの決勝を見に行った、まあ、敗者復活も見に行ってくださったんですけども、敗者と決勝を見に行った、まあ、感想を、まあこうね、今野ブルマさんと、ベルサイユさんと梅さんというまさかのその女性3組が、最終決戦に残ったという、すごい展開になったっていう話と、でオグさんが、R1 グランプリの1回、決勝に行ったネタを、そのままやって審査員がすごいあの気まずい感じになったというあのそのね話をまあ大体こう筆頭に挙げて、うん、でまあ誰がいたんだっけとか、あの審査員誰がいたんだっけとか、うん、でその今野ブルマさんが、その元祖爆笑さんにあと軽く滑ってませんかみたいななんか言ったっていう、まあ平場の強さというのも、やっぱり王者としての貫禄があったっていう、まあ、内容で、ただ悔しかったのがなんかそのお客さんがやっぱちょっと少なかったとなんか言ってたんですよね。でこれね、ここだけちょっとまあ細かいこと言うと、正直ね、前年度と変わってないんですよ。というのが、予約数が、確か60でプラス、確か、そのね当日券が何枚か出て、でプラス、そのスポーツ報知さんと、日刊スポーツさんと、東スポさんが、こう記者としてこう招待の席に座ってたりとか、あと敗者復活に出てた芸人さんも、見てたりとかしてたんで、多分ね、前年度とそんな変わらないです。70ぐらいじゃないかな。で、感覚がすごい、まあまあ要は 空席がちょっと目立ったっていうのは、これね、前回の場合は緊急事態宣言中だったんで、椅子を一個ずつ間隔を空けなきゃいけないっていうルールだったんですよ、去年は。でしかも17時会場で20時に開演っていう、もう20時には全部終わらせないといけないっていうルールだったんで、まあそういう意味ではちょっと間隔を空けることによって、そのお客さんの数は少ないけども、でもなんかこうね見ててすごいなんかいっぱい入ってるように見えたっていう、セルフ間引き着席だった。はいはいはい。でも友達同士で例えば2人で、来ましたとかだったら多分詰めてると思いますし、うん、っていうなんか感じだったんですよね。でまあそうなってくると当然ね、その席数っていうのも、うん、やっぱりちょっとね変わってくるし、うん、まあっていうこと、まああったんで、私は名古屋だからこっちのお笑いはのんびりしてるかな、東京の方は大変そうだねという、いやなんでしょうね、まあライブ数とかの違いもあるんじゃないですかね。うん、まあまあ自分がいろいろやっちゃってるっていうから、自分が大変に思いを、しながらも、なんかでもやってて楽しいから頑張ってるみたいな、そんな感覚ですけどね。うん、まあとにかく、なんですかね、そんなに客数は変わってないです、去年と、言いたいことはね、うん、ぐらいかな。でまあそのね、その先生が、その賞金をあげると発言してたことにもちょっと触れて、なんか進藤さんもね、来年も参戦して優勝を目指すみたいなことで、エンディングを迎えたわけですけどもそのね、その優勝賞金を増やすっていうのも僕あんまね、あんま聞いてないんですよでもツイッターとかエゴサーチすると結構話題になってて、
だからまあでもやれたら楽しいなって思ってるんですけども、あの運営費自体が今そっちの方が今僕の中でどうしようかなって思っててそう、運営費とか、まあね、大阪と今東京2つやってるんですけども、えらい今のね状況自体が私の、中ではカツカツなんで、うん、話の流れで賞金引き上げる、そうですよね、そう、ガンバクさんがなんかこれみたいな感じで、そう、なんかガンバクさんっていうか、ガンバクさんラジオやってるんで、もうやってるよな、今どうなんだろう、ガンバクさんのラジオでも告知していただけないんですかねうん、みんなの前だからあんまり断りにくかったもんねっていうね。ああでもあれでしたよ、マチューラピンクさんの、優勝ボードを上げた時に僕が間違えて500万と、出した時あったじゃないですか。で、磁石の佐々木さんが「えこんなにスポンサーが出してくれてるんですか?」と言った瞬間、すごいもう慌てて牧之谷先生が「いやそんなに出せませんよ」って言ったって、うちの相方が言ってますからね。ってことはもしかしたらあながちちょっとね、うん、いやいいんですけど僕からしては、うん、ただ牧之谷先生の命が狙われないかというね、そっちの不安があるというね、今大変ですから、うん、熊さんもふにゃくさんならたくさんいて OK なのか分からない、だからそこ真相はちょっと聞きたいですよね、一回ね、どっか多分お話しする場所があったらばね、うん、そうそうそうっていうね、うん、ことですよ僕がね思ってるのはね、うん、はい、私は割と言ってます、あーはい、そうありがたいことにね、うん、あフォロワー B1 のフォロワーが増えました、そうそう、ちょっとちょくちょく更新します、でまたちょっとまた更新するんでね、 B1 グランプリのツイッターでね、でそう、なんで更新しなきゃいけないかっていうと、明日も高円寺行く、ありがとうございます、なぜ更新をしなきゃいけないかというと、今日ちょっと YouTube コミュニティの方で発表させていただきました、正式に発表もさせていただきます、3月の9日になんと〇〇、お疲れ様会、B1 グランプリ2023〇〇お疲れ様会を開催します会場が18時、開演が18時半、料金が2000円プラスワンドリンクで、特別ゲストは現在交渉中でございますというね、で配信もあるんで、全国で、ツイキャスで配信しますんで、もしちょっと、その日ダメっていう方がいらっしゃいましたら配信で見ていただければと思います、アーカイブは一応2週間残る予定です、予約は、チケットで予約をしておりまして、今そうコミュニティの方にはチケットのリンクサイトを貼ってるんですが、まだねそのツイッターでまだ告知してないんで、これからちょっとまあ明日には告知は確実にしようかなと思ってます、うん、ね本当は22時になんかちゃんとこうねツイッターも告知しなきゃと思ったんですけども、僕ねバイトが21時だと思ったんですよ最初に、15時から今日働いたんですけど21時だと思って6時間だと思ったら、シフト表見たら22時までだったっていうんで、ああ閉まったと思って、そうでまあいろいろとそう回らず結果コミュニティだけ更新するという、普通大体コミュニティって動画も含めてああいうのってツイッターみたいに使わないですからね、そもそも論がね、うんうん、だからまあなんていうのか、後ほどちゃんとあげますツイッターに、うん、はい、なのでまあぜひどうもねこのふにゃかさのね見たっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひともねチゲット YouTube に今すぐ飛んでいただければ、はい、載ってます、
B1 グランプリでも計算したら出るかもしれないんでね、はい、そうで、あの阿佐ヶ谷ロフト A という、あの阿佐ヶ谷駅から徒歩2分 の、 あの地下に潜る、会場をですね抑えまして、そこでやらさせていただきますので、よろしくお願いします。遠くからだと見に行けないだと、ツイキャスであの見れますんで、もしよろしければ、ツイキャス配信の、大体終わった後ぐらいにいつもあのリンクを、ツイッターとかに貼ってるんで、まあ、それをねあのぜひとも参考に、購入していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで、その特別ゲストがねちょっとまだ決まってないんでね、ちょっと 2,3 日経ったら最速のメールを送ろうかなと思うんですけども、まあ正直ちょっとね残念なニュースを先に申し上げますと、結構今回、ちょっとやっぱり、まあ、お断りが何件か出てますで、まあ理由としましては、まあ、ライブが、丸々かぶってしまっているっていう理由が、まあ、ほとんどでして、まあ、前回高円寺の、クロスロフトクロスっていう場所かなで、それもね3月の6日にやったんですよ、昼間に土曜日にね。で、まあ、それも急だったんですけども、2週間の間にやった方がいいと、まあ、それはあのまあね、某芸人さんにアドバイスをいただいて、じゃあちょっと2週間以内で、場所としては阿佐ヶ谷のロフト A を借りれる日がないかっていうのを調べた結果、3月の2日と9日しかないという理由で、それでまあ9日にしたんですね、はい、あらかじめファイナリストになったらと予定言っておけばよかったにというねことなんですけども、まあ、正直ですねちょっとあの言えない事情が あったんで、ちょっとそのこの20日にオファーをしようというふうに、まあ、思いました。はいはい、まあ、その言えない事情というのが、まあ、本当に内々な話になっちゃうんで、それに関してはちょっと、レンタル薄倉を、借りていただいて、その時に、真相をお知らせしますんで、そのことに関しては、課金システムを取らせていただきます。まあねちょっといろいろありまして、まあその話を言うとねその決勝の話とかまたねなりますんで、まあそこは今回は喋らないんですけども、はい、レンタル薄倉で、レンタル普通のおじさんかな今、うん、はい、1時間1000円でやってますんで、はい、その時におしゃべりしますね、はい、ということで、まあお疲れ様会3月9日にで、今のところ出演者は浜村ボンペイダさん、原子さん、萩野リザードマンさん、宮下岳さん、須藤ジムさん、今ちょっとまだ返事が来てないのがチャンピオンの紺野ブルマさん、ダイソーの光圀さんで、藤井ペイジさんも今回お声掛けさせていただいて、アシスタントの久里さんにと、敗者復活の MC をやっていただいた野々原さんも、お声掛けをさせていただきました。で今特別、ゲスト MC の、あるお二人に声をかけているんですが、まだちょっとまだマネージャーさんからの返事待ちという状態でございます。はい、というような、流れでございまして、だからもしかしたら前回、その3月6日の、午後かなお昼にやった時3時間18分だったんですよめちゃくちゃ長くて、でなんか覚えてんのが、夜にアイドルライブかなんかがあったんですけども、その夜のアイドルライブの演者をちょっと待たせるぐらいまでやっちゃったっていうね、うん、で覚えてんのが越田優さんが前回ファイナリストになったんですけども、
その越田優さんが、ツインクルコーポレーションの伝統で毎回夜の部、前回が1位だったらば鳥になるのに、町浦ピンクさんがなぜか鳥になってたと。で、なんで僕が1位なのに鳥じゃないんですかとマネージャーさんに言ったところ、町浦ピンクさん B1 グランプリ優勝されてるんで、今回はそれに、応じてこのような順番になりました。いやおかしいでしょ、ツインクルコーポレーションの伝統を守らないなんておかしいっていうことでいろいろごねた結果順番が元に戻って、でもこれ1位になんなかったらダメじゃないみたいな、なんかすごいごねたただのごねたやつになんないかみたいな、なんかねその時の MC のエレキコミックさんに言う。でその時もう浜村さんの発言曰く越田さんはビールを3杯飲んで真っ赤っかになってたというだからあの今回もねやっぱりあのベテラン1というぐらいですね、あの平均年齢も高いんで、あのワンドリンクまあそうまあなんかお客さんもしねあのよろしければいいんですけどもね、あのビールとかをね、あ演者のビールを出すこともできますんで、うん、そうすごいなんかみんなやっぱ飲むんすよね、みんなやっぱあのうちほぼほぼ打ち上げみたいな感覚でやっぱり飲んじゃってるんで、うん、そうめちゃくちゃ面白かったな、そういう意味ではね。もう昼間からみんな酒飲んでガッパガッパ飲んでね、どんちゃん騒ぎするっていう、それでまあ結構やっぱみんなこうトーク盛り上がるんで、どのブロックもそれで3時間経ってしまうっていうね、うん、だからラジオみたいな感覚で聞いていただければと思いますけどね。藤井ペイジさん面白いですよね、ありがとうございます。はい、まあそのトークライブというんですか、打ち上げ会が、3月の9日にで、ちょっと、順番が前後しちゃうんですが、ちょっとですねあの僕もスペースで、やりたかった企画がありまして、それは、中小企業、診断士牧野先生プレゼンツ B1 グランプリ2023を、藤井ページさんと振り返るっていうスペースを2月27日からそのお疲れ様会の前の3月4日の間にやります。でまあこれ何が言いたかったっていうと、最初の第1回目でまあちょっとそういうのをやってた時あったんですよ。やってたっていうのはそれは別の人とで、あのそうですね、ツイッターのスペースでやります。で、まあ、やってて、でその方がまあなんかやるのかなとちょっと思ったらですね、まあ呼ばれなかったんですよね。まあそういう企画自体が2回目の時になくて、うん、でじゃあちょっとまあそのやるやらないっていうのがいつもそうね安定してないんだったら、まあ自分でちょっとやりたいなと思って、まあ最初はね自分のこの 4K のカメラを使ってですね、どっか会議室を借りてとか、もしくはまあお客さんを前にしてね、ああいう、配信ネット番組スタジオみたいなところを借りて、まあね、やろうかなと思ったんですが、まあ、正直、まあ、藤井さんも忙しい方だと、うん、まあなんかその変に場所を抑えてそこまでね来ていただくのも申し分ないなと。いうふうにもいろいろ思いまして、だったらどうしようかなと思った矢先に浜村ボンペーターさんがそのスペースを使って、そのね8位の、配信をやられてたのを見て、あスペースだったらばいいかなと、そんなにみんな移動せずに、まあ藤井さんも藤井さんで家の中でできるし、これだったらば、交通費うんぬんとかもかからなくていいかなというふうにも思いまして、で、藤井さんに交渉したところ、ぜひとも時間帯がもうちゃんと決まればやらせていただきますという
話し合いに、なりまして、それでですね、ちょっと1時間、B1 グランプリの話だけで、スペースをね、やらさせていただこうと思います。で、2番、あ、じゃあ、その1番の方がいらっしゃるんですね。そう、もうね、誰だよ、一番早いっていうね。いや、だから、ツイッターじゃないや、その YouTube で見て、あっ、やるんだったら、撮らなきゃみたいな方がいたんじゃないですかね。うん、そう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 。そんで、多分演者も書いてるんで、多分その演者のね、推しの方がいたんじゃないかな。か、もしくは、ちょっと、期待していたのかもしれないですね。お疲れ様会やるんじゃないか、どうなんだみたいなもう考えてたのかもしれないですから、うん、で、あ、ごめんなさい、もう一つご報告を忘れました。で、そのお疲れ様会でトークをするんですけども、そのトークの前に、決勝で流せなかったスペシャルムービー流します。いつもね、パロディームービーっていうのを、まあ、作ってまして、1回目にですね、まず、クリピーナッツの、板の上の魔物の曲に乗せて、準決勝の様子を、まあ、流してたんですよ。で、まあ、結構ね、いろんな方のインタビューとかを、まあ、織り交ぜたやつなんですけども、まあ、それをですね、1回目に流して、で2回目にはですね、今2万再生回数までいったんですけども、宮本浩二さんの、昇る太陽っていう、まあ、これも M1 グランプリの、時にですね流れたやつなんですが、その、黒い太陽じゃない、昇る太陽に、乗せてですね、準決勝、2022年の準決勝の様子を、流していたんですよ。で、3回目に本当は19日に流す予定だったんですけども、準決勝が、ちょっと、とある話し合いで17日に決まってしまいまして、で、17日に準決勝を取って、19日に編集まで間に合いますと、いつも作っていただいてる、方に聞いたところ、さすがにそれは厳しいですという話になりまして、まあ、そうですよねと。で、まあ、じゃあ19日にはちょっと流せないですよねっていう話で、ちょっと諦めてたんですよ。だから、決勝見に行った方、もしかしたら何人かが、あれ、今年はスペシャルムービー撮ってないのかみたいな風に思ったかもしれないんですが、実はちょっと間に合わないという理由で今回流せなかったんですよ。でですよ。で、そのスペシャルムービーを、お疲れ様会の時に流しますという。で、もちろんそのスペシャルムービーが出来上がったら、YouTube の B1 グランプリチャンネルにももちろん流すという、そういう予定になってますんで、そのお疲れ様会でお客さんの前で、流すのはお疲れ様会が初めてという、ことになってます。はい、まあ、ちょっとね、初見の方にとっては何のこっちゃわからない説明になるんですけれども、まずはスペシャルムービーを流してから、特別 MC の方に出てもらって、トークで、12位から1位まで振り返るという、ことでございます。はい、いう、まあ、流れで今考えてます。で、実は3月9日の、後にも、ちょっとまたちょっとご報告をさせていただきますので、ぜひとも3月9日ちょっとね、最後まで聞いていただければというふうに思います。そう、報告が多いんですよ。で、その報告何をやるかっていうのがもう僕の頭の中で実はもう決まってるのと、今日、1個そのまあ、要は場所を抑えましたという話で、場所を抑えまして、ちょっと具体的な内容は水面下でもう、ちょっと進んでます。水面下で進んでます。
で、進んでるのをちょっと発表が3月9日に全部まとめてちょっと喋んなくちゃいけないと。でなんでこれまとめて喋る必要があるのかというと、チラシの、ちょっとですね問題もまあありまして、はい、まあそれをちょっと発表の時にいろいろと告知しないといけないなというんで、はい、それでちょっとね3月9日に、ちょっと伸ばしている状態ですね、はい、ということでして、だからB1 は実はまだ終わってないよっていう、はい、2月19日にね決勝優勝者決まって、はい、皆さんね今年、終わってまた来年頑張ろうという方もいらっしゃいますが、まだですねまだまだ続きはありますんでね、はい、ということでね、うん、そうなんですよ、ご報告がいろいろとね多いもんで、うん、だからあっという間だろうな、落ちてね、そうだからその1回戦終わった後、まあラッシュでねその時間ギリギリまでまあ、リターンのうぬんを打ってて、それでねその困ってんのがそのサインってやっぱ大体人に会って書いてもらったりとかするんですけども、まあそのライブシーンとか出てる方とかいいんですよ、まあ、要はライブ見に行ったその流れで、すいませんちょっとサインのクラファンがありまして、サインをなんか書いてもらっていいですかみたいなで話になるんですが、雪男さんという芸人さんがいまして、その雪男さんが流山にいるんですよねだからそのサインをですねいただくのに僕らが流山に行くっていうこれ新しい展開ですよ。逆はありますから、雪男さんが流山からライブの中野の会場とか行くっていうのはあるんですけど、僕らが流山に行くっていうね、はい、雪男さん、そう、多分だから今チャンス大城さんがね5時に夢中とか出て、雪男さんとインタケさんで一緒にねロケ行ったりとかありましたから、その流れでね雪男さんのファンになった方がいて、雪男さんのファンが、サインが欲しいとね、まあ、それで雪男さんのね元に僕が行くということで、うん、そういう流れになってますね。あとなんだろうな、そうだからすごいいいね、なんか本人からしてはなんでやねみたいな感じでいるんですけども、やっぱみんなちゃんといろいろと何々さんのご報告のコメント欲しいですとかなんかやっぱ来てですね、みんなえっつって、もっと有名な人おるのになんで俺やねんみたいなね方とかもうサインが来て、でもそれがまあね嬉しいじゃないですかね、そのうん、だから実はみんなよう見てるっていうね、うん、ね、意外にそのチケット取る気ないとかで人気がないとかファンがいないんじゃないかみたいなことでね、もうみんな、思っちゃう部分もあるんですけども、ライブシーンとか実はねちゃんとみんな見てるっていうねことがこれでねクラファンによって証明されたんじゃないかと思うんですよね、うん、そう思いますよ、なんかそれに関して言うとね、うん、送って送り返してもらうのどっちがコストかかるんだろう、わからないですねいやわからないですね、うん、なんかね実際、なんかその案もあったんですけどね、うん、あ出ました、あ頭文字 G のガノさんです、あガノさんで言っていいのかこれ、まあいいや、はい、ということでいいんだよっていうねいやなんかねちょっと言いにくくて、もう僕なんかね、うん、
さっきはどうも、名前は別にバカかフェロンチョっていうことでね、はい、まあ僕の中ではやっぱり頭文字 G っていう言い方が気に入ってるんでね、なんかイニシャル D みたいでかっこいいじゃないですか。うん、比嘉2000さんのねイニシャル D 漫談の出てきちゃいますけど、僕の中で脳内でね、はい、さっきはどうもということで、なんかあったんですかね。まあね、なんかあったんだ、まあいいけど別に。うん、そうね。いやー、まあ僕は今ね、B1 グランプリのそのゴミラジオでまあね放送していただいたっていう、取り扱っていただいたとかね、うん、あ、配信してたんですね。あ、そうなんだ。ペロンチョ、ペロンチョなんでペロンチョなんですか。あの方たちはどなた、え、なんか、え、どういうことだ。生配信してたってこと、ゲストで出てたよ。あ、ゲストで出てたんですね。あ、じゃあもう完全にあれだ、そのトークの、神田さんのツイッター見てないんでわかんないんですよねうん、なんかねちょっとね、スマホのなんかツイッターのこのなんていうんですかね、画面の構成がちょっと変わって、おすすめの方が左にこう載って、右の方にフォローしてる人のそのツイートが出るみたいな画面になって、なんかねちょっとね、なんか難しいんですよね、見方がね。うん、なんかなかなか出てこないとかね、全然あると思うんで。うん、なんだろう、まあ、スケバンのモノマネしてた、どういうことですかね。まあ、だって僕の中ではね、そのバイバイバセクロっていうね、ブランドン、はい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 、ブランドン氏ね、ブランドンチャンネルのライブ配信で出てたという、はい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 、まあ、同じ事務所だったねメンバーですね。うん、そういうことか。はい、でことはこれが最後になるんですか、ガノさんの仕事そのガノさんの仕事の区切りが分かんないですよ、もう。スケバンは普段は何してるんですか、普段は何してるんですか、私がですかいや、私はガン、まあいいや、永遠にガノちゃんじゃないの、はいはいはい、ガノさんのラストはどこになんだ、だからライブは昨日でおしまい、あの早稲田クローバースタジオビビットライブが、今日は試合後のインタビューみたいな感じです。なるほどなるほど、確かに。で、岩ちゃんさんのまあ元々ねドテチンレンジャーコンビでやってて、今、棚卸ひろしか、違うか、棚卸ひろしはまた別にいいのか、棚橋のねモノマネされて、そのね、その西口の、あ、棚ぼたか、棚ぼたひろしのね、棚橋のモノマネをしている、まあ、芸人さんの、YouTube にねいや、ちゃんとしてくれって言ってね、そこはね、こっちも西口フリークじゃねえんだわ。うん、まあ棚橋さんのモノマネをしててね、まあ、その方の、まあ、ゲストで、確かガド終焉みたいなねサムネイルでお話ししてたのが、なんか昨日お話聞いたら、1月に撮ったのを最近にいや、フリークでなくて分かるだろう、いや分かんないわちゃんとしてくれ、2回も多いわ、いやいやいや多いわ、それで済ますな、レンタじゃない、レンタじゃ、ちゃんとしてくれ怖いわこれ、ちゃんとしてくれが、いい加減じゃないよ、いい加減なんだよこっちは、芸人だからいい加減なんだよ
宮田なんだっけな、庄司師匠ね、うん、あの宮田芳雄さんの師匠が江戸売子の最初にやった芸人さんの、うん、芸人っつうのはいい加減なもんなんだっつって、何の話してたっけ、あそうそうそう、その棚橋さんのモノマネしてる芸人さんのあの YouTube にゲストで出てたのが、あれが1月に撮ったものをこう3月にね、3月じゃないか2月にのね最近流したっていう、うん、で今回はあの普通に生配信っていうね、うん、もうなんかあれだな本当に、もう連呼するかもしくは下ネタ言うかって、うん、すいませんというの、だからそっか、じゃあ今日で終わりってこと、配信はもうブランドンで終了ってことなんですかね、まだ何個かあるんですかね、ねまだ2月も、あと5日6日ぐらいあるからね、考えてみたらそうなんで、木曜日があれなんですよね、祝日なんですよね、そうそう知らなくてね、死ぬまでガノちゃんだよということでね、はいはいはい、まあでもそうですよね、まあだからご本人曰くこう PR 活動の時には、まあ、ガノのね格好をして、出ると、まあ、配信上ではねおっしゃってましたからね、うん、そうそう明日仕事をしたらお休み、そうか祝日ね、なんか繋がってほしいですよね、一日だけ金曜日だけが平日なんでね、うん、ブリブリ、いやブリブリじゃないよ、いや違うでしょ、ケツブリブリでしょ、うんうん、ゴキ、あゴキブリってね、はい、まあだからそうな、うん、何の話したっけ、本当に B1 グランプリの話してたはずなんだからな、だからそうだよ、もう一つ、そう今イヤホンしてるんですけど、そう L 歌舞伎さんのそのなんかね、あの YouTube でも B1 ありがとうございましたって言ってたんで、そうちょっとその配信見てねえなと思って、そういや面白かったんですけどね、そのまたなんていうの、その L 上田さんが敗者復活でこうねトークコーナーでまたちょっとそこでも暴れるんですけども、その暴れるのも面白かった、うんっていう、出るかな、いる歌舞伎チャンネルでね、多分出ないかもしれないですけどね、うん、今度 TKO さんとねやりますからね、すごいよね、 TKO さんが復活の一発目の仕事が L 歌舞伎さんの、10分おろしっていうね、うん、で多分この武藤引退2日前に引退した芸人が多分ガノさんだと思うんですよねこの2時間前にね撮ってたやつ、そうだふにゃかさライブ客で行きますね、そうだからもうプレイヤーとしてガノさんはないんで、もうだから L 歌舞伎の L 上田さんと自分の一騎打ちみたいなね、うん、ではまた、あ帰られるのね、じゃあちょっと僕はその B1 グランプリのその上田さんの配信を聞きながらやちょっとやりますね、ブレイキングダウンの話してますけどね、うん、いやーまあ、いてて、今ささくれが今入れましたけど、お笑いライブ K プロもパンツに入ってたんだ、うん、
ちょっとすぐにこうブレイキングダウンの話か B1 グランプリの話にならないな。まあまあちょっといろいろとこう飛ばしながら磁石の佐々木さんに噛みついてた過去かなんか喋ってますけどね、面白いですけどね。うん、ちょっと今あの聞いてるんで、あのちょっとね今思考が今止まってる状態になってるんですけどちょっと早くちょっと TKO さんの告知してますもんね。 TKO さんの、うん、多分何を喋ってんだ、なんかいろいろと、あ、磁石の佐々木さんが、あ、B1 グランプリのね、うん、TKO さんと、まあ、何の話してるか分かんないんで、ちょっと、B1 グランプリの話を今してるんですかね。うん。では、これから今から B1 グランプリの話をしようとしてるっていう状態ですね、多分ね。なんか佐々木さんに、まあ、TKO さんと一緒にライブやるんでしょみたいなのをあのお話ししてたっていうね。うん、すごいね、結構いろいろ言われたと。だからペットボトルの水渡すんですかとか、そのくだりを言って、ダメだもうこれ、ちょっとこれはもうちょっと配信としては事故だな